グレービス・バスケスことグレービス・ホスエ・バスケス・ロドリゲスは、ベネズエラのプロバスケットボール選手。NBA のニューオーリンズ・ホーネッツなどに所属していた。首都地区、ミランダ州カラカス出身。ポジションは、ポイントガード。198センチメートル、91キログラム。NBA 選手を目指すために渡米したバスケスは、メリーランド州のモントロス・クリスチャン高校に留学。 ケビン・デュラント、伊藤大使とチームメイトとなった。卒業後、メリーランド大学に進学した。一年時は当初先発出場していなかったが、シーズン途中からシューティングガードで先発するようになり、1試合平均9.8得点、4.7アシスト、3.3リバウンド、シュート成功率44.4%。 3ポイントシュート成功率31.6%フリースロー成功率79.8%の成績を上げた。2年次には平均17得点6.8アシスト5.7リバウンドシュート成功率 43.2%3 ポイントシュート成功率30.9%フリースロー成功率78.2%の成績を上げた。 3年時にはチームトップの平均17.5得点、5.4リバウンド、5.0アシスト、1 4レイスティール、34.6分の出場を果たした。得点、リバウンド、アシストの3部門でトップになったのはメリーランド大学史上初めてのことであった。2009年2月21日のノースカロライナ大学戦では自己最高の35得点。 11リバウンド、10アシストを上げて、大学史上3人目となるトリプルダブルを達成し、オーバータイムでの勝利に貢献した。この年バスケスは、アトランティックコーストカンファレンスで7位の得点、3位のフリースロー成功率、3位のアシスト、5位の平均出場時間を記録した。61試合中57試合で2桁得点を上げ、 最後の10試合中5試合で20得点以上を挙げた。シーズン終了後、NBA のワークアウトに参加、スカウトからも良い評価を受けるも、デッドライン直前にバスケースは、アーリーエントリーをせず、大学に残ることを決めた。4年時には、平均19.6得点、6.3アシスト、4.6リバウンド、1.7スティールを挙げた。このシーズン、カレッジバスケットボールで18得点以上。 6アシスト以上を果たしたのは彼だけであった。バスケットボール伝道より、ボブクージー賞に選ばれた。2010年2月20日のジョージア工科大学戦で2000得点を達成、カンファレンス史上初の2000得点、700アシスト、600リバウンドを達成した選手になった。翌週のバージニア工科大学戦では、自己最高の41得点を挙げて、 ダブルオーバータイムの末勝利した。この年バスケスはアトランティックコーストカンファレンス最優秀選手にも選ばれた。またオールアメリカンのセカンドチームにも選ばれた。このシーズンベネズエラ代表にも選ばれた。2010年の NBA ドラフトにてメンフィスグリーズリーズに全体28位で指名された。シーズン中はあまりプレイタイムをもらえなかったが、 ウェスタンカンファレンス第1シードのサイアントニオスパーズとのプレーオフ1回戦の第4戦、先発ポイントガードのマイク・コンリーがファウルトラブルに見舞われたこともあり、13分間の出場で9得点にアシストを上げて104から86での勝利に貢献した。第6戦でも23分の出場で11得点を上げた。カンファレンス準決勝のオクラホマシティサンダー戦では、 高校時代のチームメイトケビン・デュラントと対戦した。第4戦でコンリーがファウルアウト、バスケスは同点となる3ポイントシュートを決めたがトリプルオーバータイムの末チームは敗れた。2011年12月24日、クインシー・ポンデックスターとのトレードでニューオーリンズ・ホーネッツに移籍した。2012年2月1日のフェニックス・サンズ戦ではベンチスタートから20得点。 12アシストを挙げた。2013年7月10日、タイリークエヴァンスのサイントレードに絡んだ三角トレードでサクラメントキングスに移籍したが、12月9日にルディゲイが絡んだ大型トレードでトロントラプターズに移籍。ラプターズ加入後はカイル・ローリーの控えを務めた。2014年7月17日、ラプターズと2年1300万ドルで再契約。 2015年の NBA ドラフトが開催された2015年6月25日、ミルウォーキーバックスの同年の二巡目指名権との交換トレードでバックスに移籍した。2016年7月10日、ブルックリンネッツと契約したものの11月8日に解雇され、以降は契約に名乗り出るチームもなく引退。2019年からは高知業に転身している。 ありがとうございます。